沖縄、チャタンの中日キャンプで10日、ネオ・アキラ投手、23、と中田翔内野手、34、の、先輩、後輩対決、が実現した。ネオがシート打撃前にブルペンで投げていると大阪桐院高の先輩、中田がやってきてバッターボックスへ。同じく大阪桐院高 OB の今中真嗣臨時投手コーチ、52、が見守る中、 ネオは中田が打席に立っているという状況下で約10分ほどピッチングを行った。目ならしのために行った中田の行動だったが、打点王に3度輝いたスラッガーからは相当な圧を感じたはず。ものすごくいい練習になりました。まさか、打席に立っていただけるとは思わなかったので、緊張感、それはありますね。 バットを振ることはなくても中田を打席に迎えての投球はネオにとって貴重な経験となったようだ。強いボールをしっかり投げ込んでいたと思います。この時期なんでね、まだ出来上がっているわけはないんですけど、それにしてはしっかりとした球を投げていたんじゃないかなと思います。と中田も後輩のボールの威力に太鼓板期待度の高い大阪桐蔭コンビ。 だけに二人揃って活躍すれば中日ファンは大盛り上がりとなりそうだ。